てお便りご紹介しましょう。神奈川県の加藤和子さんです。今朝チャイムの音に玄関に出てみると、宅配便の方が母の日の贈り物ですよとびっくりするほどの大きな箱を渡してくれました、はい、あんまり大きな箱なので早速開けてみると、まあびっくり、見事に育って赤い実をつけたミニトマトなんです。ミニトマトの、まあ、あれ夏かな、苗木でしょうかね、葉っぱも軸も全部なってる状態なんていうことですね、はい、ミニトマトなんです。早速食べてみると、甘いこと甘いこと。最近はベランダ園芸に凝り始めた私へ、次男夫婦の心遣いに夫は現物支給だなぁと大笑い、今年の夏はトマトでビタミンをたっぷり補給できそうです。素敵なプレゼントですね、ミニトマト。早速一つパクッと思ったんですけど、これがまた育てる楽しみができますよね。そうですね、今度日曜日母の日ですね。そうですね。それからいただき物の美味しいものといいますか、こちらは浜松市にお住まいの市川雅子さん75歳の方です。昨日の夕方、お隣からたけのこご飯の炊きたてをいただき、それはそれ美味しくて、まさにほっぺが落っこちそうでした。少し前には反対側のお隣から取れたてのたけのこをいただき、これまた美味しくいただいて最高の幸せを味わい、とってもとっても温かい人情に感謝しています。両隣さんからたけのこが届いたらいいですね。はい、いや今度はそのお話をお向かいさんにもお話ししたらどうでしょうか。今度はたけのこがどんなお料理に化けて、ねえ羨ましいですね。まあ、でもね、あの、いただくばかりではなくて、はい、ね、ご自分の方からもまた何かをね、差し上げるということなんでしょうね。いいお付き合いですね。ではここで一曲音楽をおかけして、ところによって交通情報です。国分博子さんの演奏でスターランド。
と元気力です。東日本大震災の発生から3日後、仙台市内で子どもの笑顔元気プロジェクトが結成されました。仙台市内の保育士などを育成している専門学校の先生が中心になって立ち上げたものです。被災地の保育の現場で働いていた教え子たちの、保育士さんですとか幼稚園教諭の方たち、この方たちの要請を受けまして、子どもに寄り添った物心両面からのサポートをするのが狙いです。プロジェクトの代表、新田真一郎さんに電話でお話を伺います。新田さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。さて、その子どもの笑顔元気プロジェクトというのはどのような方たちで作ったんですか？はい、仙台市内で、子どもの情操教育とか、子どもたちの現場に関わっている仲間たち7人で立ち上げたんですね。はい、私自身は宮城教育大学というところの非常勤講師であるとか、仙台幼児保育専門学校というところで、保育士さんとか幼稚園教諭を養成しているというふうなところで、現場を持っているというふうな感じですね。なるほどね。ということは皆さんその、保育ですとか、はい、あるいはその子どもたちとどう遊ぶかとかですね、そういったことをもう現場でもちろん知ってらっしゃるし、でそういう人たちの若手をこう育てる学校で教えてらっしゃるからということですね。でこの子どもの笑顔元気プロジェクト、震災発生から3日後にも決定されたということですが、どんな状況の中でどんな情報を取り合ってこれを作ろうってことになったんですか？ですね、震災があって、これは大変なことになったと思って一番最初に思ったのは、私たちは子どもの現場のことをやってましたので、本当に子どもの現場どうなってんだろうというのが頭によぎったって言ったらいいか、浮かんだことなんですね。それで、お仕事たち、そうですね、岩手県の沿岸、そして福島までだーっと東北地方の中に100名ほど教え子や、あるいは私たちの仲間がいる、そういうふうな形に安否確認をまず始めて、大丈夫とか、何か困ったことないとかというふうな形でやり始めて、じゃあなんとか子どもの笑顔を助けよう、元気を取り戻そうというふうな形でプロジェクトを立ち上げたっていうふうな経緯なんですね。でどうでしょう、これまでにどのような活動をなさってきましたか？一つはですね、現場に何か足りないものないですかってまず聞いて、そしてそのことを一週間一週間で実は欲しいもの、要請したいものというふうなものが変わってきましたので、それを欲しいものを欲しいだけの量を、どこに、届けるかみたいなことをこうやってきたんですね。なるほどね。今回被災した地域が、南北広いですからね、どんなところに行ったんですか？ですね、一番最初は陸前高田というところに入るのをはじめとして、南三陸町でありますとか、気仙沼、石巻、そして名取市、閖上の浜の方ですね、そういうふうなところにずっと入ってきましたね。何箇所ぐらいですか？今まで20箇所ぐらい出かけていっています。ですか。これ震災の直後ですね、現場のその保育士や幼稚園教諭なさっている方々、金曜日の午後2時40分過ぎですよね、どんな状況の中でどんな風に過ごしてこられた、当時のお話は聞かれましたか？ですね、ちょうど2時半ぐらいというのは保育所ですとお昼寝、お睡眠時間なんですね。はい、それでグラグラっと来て大変だというふうなことで、子供を起こして、親御さんが迎えに来る、そして、近くの親御さんの場合は、私ができるだけど、お母さんたち、お父さんたちが迎えに来れない子供が実はたくさんいて、その子供たちがホールにいたらホールに水が入ってきて、2階に上がってみたいにして2階に上がって、
そしてそこで電気も来ない真っ暗で寒い中に保育士さんたちと子どもたちが本当に歌を歌って自分たちも元気づけながら、保育士さんたち幼稚園の先生たちは子どもの命を守り続けたみたいな、そんな話一つ一つなんですよ。だからなんか驚くほど子どもの現場でなんか被害があってないなっていうのはやっぱり今回の子どもにかかる現場の人たち頑張ったなっていうのが第一印象ですね。ねえ、先生方も怖い中で一生懸命子どもたちを守られたわけですね。そうすると震災直後っていうのは、どんなものが必要とされたんですか？そうですね、一番最初はやっぱりお水がない、それから食べるもの、例えばミルクでありますとか、それからおむつでありますとか、そういう風なものをじゃあ素早くじゃあ届けましょうっていう風なことになったんですが、1週間ぐらい経ちますとこれちょっと変わってきまして、ミルクはあるんだけど哺乳瓶のがないので替えがないですかとか、あとはおむつのお尻を拭くシートがないですかとか、クリームがないですかとか、なんかだんだんこう変わってきたんですね。それでだんだん3週間、そして4週間ぐらいになってくると長靴とか靴下、肌着、そして傘とか、なんかお道具入れるこう巾着 の、 大きい袋だとか、そういう風なものをお願いしますみたいな感じ。今は先週の月曜ぐらいからなんか保育の現場がようやく立ち上がってきましたみたいな感じになってるんで、そうですか、ね、子供たちに歌を聴かせたいんで CD 出せないですかとか、なんかそんな風なだんだん変わってきてるっていう風な感じですね。でそういう要望を直接、どこそこ保育園では、例えば CD ラジカセ1台欲しいとか、あるいは哺乳瓶が何本欲しいとかいうのを直接受けるわけですね。それを受けて、実は子どもの現場を持っている全国のこの仲間がいるんですよ、九州の幼稚園、千葉県の保育所、北海道の幼稚園の先生みたいな仲間なんですよ、でその先生たちが自分たちも同じような現場ですのでよく分かったという、よしじゃあどこに送ればいいみたいな感じで動いてくれたというのがこの2ヶ月ぐらいになるんですよね。でそのものはですね、あれですか、一旦仙台に集めてそこから持って行ったんですか？はい、そうなんです。トラックなんかで運ぶ？そうなんです、そうなんです。私どもの、車、ワゴン車で、手分けをして持っていくというふうな形になってました。そうですか。今はもうその被災地では今の津波の被害を受けたエリアのお話もありましたが、その保育園などは再開されて、子どもたちはそうすると避難所から通っていたりという子もいるんでしょうか？全くその通りですね。でようやく1階に泥が入ったのが吐き出され、そしてようやくフロア全員が雑巾がけでちょっときれいになったねみたいな形でなる、あるいは流された保育所なんかは3つ3円集まって児童館みたいなところ、山手の方の児童館を借りて3円合同でおんぶしましたみたいな感じですね。なるほどね。そうした再開できたところもいいですけど、まだあれですよね、再開できないようなところもあるんでしょうね。そうですね。そういうところもね、早く復旧するといいんですけどね、はい、さあそしてその足りないものということで物を届けました、で物だけではなくてそちらでこう一緒に遊ぶこともしてくるそうですね。そうなんですよ、保育士たちの研修会とかの遊び歌を提供するのが私たちの仕事だったものですから、そういうふうな形でじゃあ子どもの現場に行って、遊び歌のコンサートも一緒にやっていきましょうというものを渡す、そして子どもの笑顔の現場も作りましょうというふうな支援のあり方をずっとしてきました。そうですか、遊び歌のコンサート、具体的にはどんな感じでなさるんですか？ですね、子どもたち、疲れてて声を出すあるいは歌うっていうのが3週間4週間やってない現場にこう入るもんですから、最初はねお返事はーいってあげるのから歌がありましてね、はじめましてね